松木美優の本気でみゆみゆ。皆さんお元気でいらっしゃいますか。松木美優でございます。もう秋でございますね。っていうかもう寒い寒いぞということで、とうとう11月になってしまいました。でよく考えたら今日の放送でもう10回目を迎えておりますわ。よかった。でももう10回目の放送なのにまだまだちょっと緊張して大丈夫か松木といった感じで頑張っておりますが、本気でお届けしておりますのでぜひぜひ皆さんも本気で見守って違う聞き守っていただければななどと思っております。というわけで早速第10回目の放送本気で行かせていただきます。ではではまずですね、皆様からの本気メールをご紹介したいと思います。じゃじゃーん。ですね、ブラマジシャンさんからです。いつもありがとうございます。ブラマジシャンは7人の7のひとみちゃん役の声優さんは30過ぎのベテラン声優さんが担当しているとずっと思ってたんですよ。すごく落ち着きのある演技だったんで、てんてんてんというメッセージをいただいたんですけれども、それは初めて言われた。ああでもね、ひとみちゃんはとっても落ち着いていたのでね、そういう風に30を超えたベテランさんがやっているという風に聞いていただけたということは、松木美優はとっても嬉しいです。でも7人の7のこの小野寺ひとみちゃんという役なんですけれども、ここまで落ち着いた私とかけ離れた役をやったのは本当になかなかねないので、すごくもう嬉しかったです。だからスタジオの中ではね、やっぱり私が一番経験も少ないし、しかもこんなだからわたわたしてたんですけれども、こう収録の時は一番お姉さんの役柄を演じられて、なんかすごい変な感じがしたんですけど、でも私はすごく嬉しかったです。でその7人の7つながりでですね、じゃんじゃかじゃんじゃか、ペンネームもぐらさんからいただきました。7人の7の7時間目に出てきた24歳のひとみちゃんに萌え萌えでした。ちょっとエッチなアングルもグッと、こんな私は爆死した方がよろしいでしょうか。ということでもぐらさんからも7人の7のことでいただいております。ありがとうございます。そうなんですよ、7人の7ですね、テレビシリーズもう終わってしまったんですが、続々 DVD で今発売されておりまして、7時間目、7本目、面白いの、1本目が1時間目っていう DVD で、2本目が2時間目っていう DVD で、そう、何時間目って授業っぽくなってるんですけれども、その7時間目の中に、テレビでは放送されなかった、その、ビデオ、独自のオリジナルストーリーが、入っているんですよ。で、その中にですね、24の瞳もちらっと出ておりますので、もしね、まだ見たことがない方は、ぜひぜひちょっと見てほしいなと思うわけでございます。結構大胆な、大胆かな、演技もしておりますので、ぜひぜひチェックお願いします。ということで、ブラマジシャンさんともぐらさんですね、7人の生情報ありがとうございました。ではぶつかった。ではもう一つ行きましょう。ですね、ハンドルネームまいちゃんのリュックさんからです。松木美優さんはじめましてということでいただいております。はじめましてでございます。10月に松木さんが以前ご出演されたドリームキャスト専用ソフトクロース2祈りの丘の廉価版であるドリコレ版クロース2がいよいよ発売されました。おめでとうございます。おーありがとうございます。懐かしいなクロース2。松木さんの役はこのゲームの真のヒロインとでも呼ぶべき咲坂舞ちゃん役でしたが、実際にプレイしてみて、前のストーリーにとても感動いたしました。嬉しいですね。松木さんがこの役を演じられた時に特に注意された点などはありますか？収録当時の思い出などありましたらぜひお聞かせください。ということで、舞ちゃんのリュックさんからいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、舞ちゃんって
リュック背負ってましたよね。そうだそうだ。これがね、聞いていただいている方は、まだ、やったことがない方もいらっしゃるかとは思うので、あまり多くを、語ると、ね、ストーリーに関わってくることなので、ちょっと言えないこともあるんですが、舞ちゃんはね、ものすごく影があるね、女の子なんですけれども、最初のうちはそんなことは微塵も見せない、明るい活発な、小学生なんですよね。だからね、その裏があるんだよね。ね。やっていただいた方はわかると思うんですけれども。だからね、すごい悩みました。それで、本当に難しかったです。だからね、その影を見せちゃいけないけれども、その影に最後ね、つながるところで、ね、それを出していかなきゃいけないし、ですごいなんか、ただの子、ねえ、言うところだった。言えない。なんかすっごく難しかったし、逆に難しかったこんな役をやらせていただいて本当に嬉しかったっていうのが思い出ですわ。ねえ。でございますのよ、舞ちゃんのリュックさん。だからね、そう嬉しいな。またね、こうやって10月にもう一度ドリコレ版クロストゥ、廉価版ということで出るということは、もっともっとね、たくさんの方にやっていただける機会もあるのかなと思うと、すごく嬉しいです。ぜひこれを聞いていただいて、まだやったことがないという方は、ぜひね、やっていただきたいな、なんて思います。あとね、お三村麻由子さんが演じていらっしゃるゆうなちゃんとか、ものすごいもう、強力な、個性的なキャラクターも、たくさんおりますのでね、ぜひお気に入りのキャラクターを見つけていただいて、このゲームも楽しんでいただけたらな、なんて思います。舞ちゃんのリュックさん、ありがとうございました。いや、私ももう一回やり直そうかしら、などと。ゲームね、もう一回やろうかなと思ってしまいました。カンクリしてるんだぞ。はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。というわけで、この辺で本気で CM です。マシンに負けない超びっくりなヒューマンクリエイターを育成する代々木アニメーション学院の実力教育は今が旬。岩根流21世紀極秘サクセスの術を徹底伝授。見て聞いて触れる無料一日体験入学や学院無料説明会も充実。ただいま平成15年度生入学願書受付中。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-310-042、 0120-才能を世に、ホームページ www.yag.ac.jp。 あなたの才能発揮どき。みゆみゆの本気で眠りましょう。はい、というわけで、なんかいつも緊急企画をやっている気がしますが、このコーナーから行ってみたいと思います。以前松木美優が最近眠れないということでご相談をラジオでお話ししたところ、本当にたくさんアドバイスのメールをいただきまして、皆様本当にありがとうございます。で、あまりにたくさんメールをいただいたので、緊急企画としてこのコーナーを作っていただいちゃいました。わー、ということでどんどんご紹介していきたいと思いますね。もしかしたらね、これを聞いてくださっている方の中には、眠れなくてやることないから松木のラジオでも聞いてやるか、クリックしてくれた方もいるかもしれませんし、みんなでね、より良い睡眠を得るためにはどうしたら良いかを議論していきたいと思います。議論って言っても私今一人だな、まあいいや。はい、というわけで、ハンドルネームミルトさんからです。こんにちは、かっここんばんはです。こんばんはです。寝ようと思って眠れないなら、逆に寝ちゃダメだと思い込めばよく眠れたりします。一度試してみてはいかがでしょうか、ということでミルトさんからいただきました。ありがとうございます。あー、そうなんですよね。わざとやってるわけじゃないんですけど、寝ちゃダメな時は絶対寝られないし寝なきゃいけない時は眠れないってことはね、その逆なんだよね。ね、ミルトさん。だから、そっか、や、
でもな、できるかな？じゃあ、私これ今日夜やってみます。だから今日は、寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだって唱えて、眠りにつけるか頑張ってみたいと思います。ありがとうございます。そうだよね。やっぱり気持ちの問題なのかしら。ということで、どんどん行きましょう。ミルトさん、ありがとうございました。続いてです。ペンネーム。パオ様さんからです。眠たい時に眠る方法係とも係まで作ってくれた。ありがとう。みゆみはじめまして、こんばんにゃ、こんばんにゃ。みゆみのことは東京マシン学園のラジオで知っていましたが、このネットラジオは9回目にやっと見つけました。よかった。見つけてもらえたです。これからもぜひよろしくお願いします。さて、眠る方法ですが、寝る前に、ハーブティーを飲むのがグーだと聞きました。ハーブティーにはカフェインが含まれず、ハーブの香りを嗅ぐと、脳波にリラックス状態を示す、アルファ、難しい！アルファ波やシータ波が現れるそうです。いろんなハーブがあるので、お好みで試してみては。じゃあ、バイバイキーンということでいただきました。ありがとうございます。ね、よく言うよね。ハーブティーってよく言いますよね。でもね、そう、ずーっと思ってたことがあるんですけれども、ハーブティーって、なんだろうっていう。普通の紅茶とは違うんだよね。でも、紅茶って葉っぱから出しますよね。あれ？なんか、いつもハーブティーは、ハーブティー飲めばいいっていうのは聞くんですけれども、ハーブティーっていうのが、ハーブティーっていう名前で売ってるのかな？そう、知らなくてね。パオ様、よかったら、どこで買えばいいか教えてください。何なんだろう。ハーブ、なんとかティーっていろんな葉っぱがあって、その総称がハーブティーなのかな？ハーブティーと普通の紅茶違うんだよね。あ、私さっきから同じことを言っている。ということで、パオ様ごめんなさい。よかったら、ハーブティーの詳細を教えていただけたらと思います。あ、でもそっか、今日お店に行って、ハーブティーはどこにありますかって聞いてみればいいのかな。頑張ってみます。でも、ハーブって聞くとなんか苦そうだね。大丈夫なのかな？お砂糖とか入れても大丈夫なんですかね。はい。ぜひ、松木美優も試してみたいと思います。パオ様ありがとうございました。次にもう、どんどん行きましょう。ですね。ラジオネーム黒部さんからです。眠れない時にはお酒を飲むのが定番ですが、僕も全く飲めないのでダメですね。そうですよね。そんな時は静かな音楽を聴きながらぼーっとするようにしています。自然に眠くなりますよ。たまにつけっぱなしで朝まで音楽が流れていることも多いですが、おすすめです。それではお体に気をつけて頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。ああ、音楽はね、やったことないや。そう、あのね、やっぱり壁が薄いでしょ。隣のお部屋の方に迷惑かなと思ってね、夜は音楽とかつけないようにしてるんですけど、まあ、テレビはちっちゃい音でつけてたりするんだけど、でもね、だからヘッドホンとかで聞けばいいのかなとか思うんですけれども、なんかね、そしたら、もしね、なんか大変なことが起こった時に物音とかに気づかないのは困るなと思って、もしかしたら誰かがガシャガシャガーンとかって入ってきて、キャーとかなるかもしれないのに、ヘッドホンを押してたらその物音に気づくこともできないぞと思って。そうか、そんなことまで気にしてドキドキしながら眠ってるから、ねえ、余計眠れないのかな。でも、そっか、でもテレビをちっちゃい音でつけて、てるんだからいいのかな。 MD とかもちっちゃい音で流してて、あ、じゃあ、黒部さん、松木、これもやってみる。だから、じゃあ、黒部さんには、またね、どんな音楽がおすすめかとか、おすすめアーティストさんとかいたら教えていただきたいと思います。もういただいたメールは、すべて、読ませていただいているので、ぜひぜひ教えてください。ああ、でもね、そう、最近、なんかね、外から来るの人たちがね、怖くて、もういろんな警報器とかね、いっぱいつけたからね、もう大丈夫なんですけれどね。はい。ねえ、ちょっと神経質なのかしら。ダメね、ということで、あ、なんか暗くなってきてる。
いけない。じゃあ元気に次のメールご紹介していきます。ですね、ペンネーム空飛ぶ亀さんからです。ありがとうございます。僕は眠れない時は一度読んだ本を読んでると5分ぐらいで眠くなります。あ、一度読んだ本っていうのがポイントなのかしら。ふんふん。他にはホットミルクにはごめんなさい。ホットミルクに蜂蜜を入れて、ごめんなさい。飲んだり、ぬるいお風呂とか、寝る30分前に軽い運動するといいらしいです。ほう。あとは寝るときは、豆電球をつけておいた方が僕的にはよく眠れる気がします。かっこ多分。なるほどね。関係ないですが、先日ようやくミッシングブルーをクリアしました。総プレイ時間200時間で何か人生を間違えた気がしますって。間違えてないよ。大丈夫だよ。ミッシングブルーなら間違えてないよ。はい。空飛ぶ亀さん。ミッシングブルーのせいで睡眠不足にならないように。空飛ぶ亀さんも気をつけてください。あ、ホットミルクはね、最近はね、よくやるですよ。なんか牛乳って、睡眠効果じゃないな。睡眠効果違う。なんか、眠りにつく効果があるっていうのを人づてに聞きまして、ホットミルクとかはね、やってみたりする。ぬるいお風呂もやる。あ、でも私寝るときは真っ暗派なので、じゃあ豆電球を一回試してみたいと思います。もうありがとうございます。なんかね、本当にたくさんいろんな案があるんだな。じゃあ頑張って夏木みゆ眠ってみたいと思います。でね、結局ね、自己的に、違う、自主的に対策方法としましては、結局ね、言ったかな？枕とね、掛け布団変えたんですよ。奮発して。今すごい流行ってる、手をこうギュってやると手の形が残るような低反発枕と、低反発枕まず通販で買いまして。それからね、掛け布団を、そう、もうね、上京してからずっと同じ布団使ってて、もうぺしゃんこの硬くて重かった、お布団をですね、とうとう、羽毛布団に変えてみたですよ。はい、もうダイヤで1万円切ってたので、頑張って買いましたよ、松君は。そして家まで運びましたよ。はい。でもね、羽毛布団にしたらね、すごい軽いんだよ、羽毛布団って。松木はもうすごい、初めて羽毛布団で寝て、すごいびっくりしました。だから、結構ね、軽いのにあったかいのね、びっくり。だからね、ちょっと今までよりは快適な睡眠ライフを送っております。ね、やっぱりね、たくさん眠れないと、ね、健康にも響くので、頑張っていきたいと思います。ですので、もし、松木みゆの他にも眠れないという方がいらっしゃったら、この今までご紹介しました。本当にありがとうございます。いろんなメールをご参考に、ぜひ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 試していただければと思います。そして、松木みゆの対策として、枕、掛け布団、そしてシーツなどを変えてみるというのも、一つの手かと思いますので、試してみてください。本当に放送の他にもたくさんのメールありがとうございました。というわけで、みゆみゆの本気で眠りましょうのコーナーでした。みゆみゆの本気で不幸自慢。さて、続いてのコーナーはおなじみになりました、こちらでございます。あなたの不幸な体験や身の上話を伺いつつ、本気で悲しんだり、時にはみんなで前向きに善処しようという、そんな前向きなコーナーでございます。本当かな。では本日いただいたメールをご紹介したいと思います。神奈川県の四季一零二さんからです。四季金一零金にってことですよね。はい、からいただきました。なぜか本気でみゆみゆ不幸な野郎ども集まれコーナー音中と書いていただいたんですけれども、チースみゆみゆこんちわんこんちわん。不幸自慢ということで一つ、実は今アパートで一人暮らしをしているのですが、先月の初めに立ち退き命令が来ました。日に日に寒さを増していくのに、僕は家なしになっちゃうのでしょうか。来月末までに出なくてはいけません。無事年を越せるのでしょうか。こういう場合、敷金とか家賃とかってどうなるのでしょうか。全額キャッシュバックでしょうか。みゆみゆ心温まる回答を期待しています。ということで、いただきました。かわいそうすぎますよね。どうなるんだろう。私、さすがにその立ち退き命令とかは
聞いたことがないから、ねえ、どうなるんだろう。え、でもこれをいただいたのが、10月の末にこれをいただいたから、11月末までに出なくてはいけないってことか。え、え、大丈夫でしょうか、敷地礼二さん。敷金とか家賃とかってどうなるのでしょうっていうご質問なんですけれども、あのね、私さっき、収録が始まる前に、父親に聞いてみようと思って。携帯にかけてみたんですけど、お父さん留守電だったから聞けなかったの、公園で。ね、どうなるんだろうね。敷金とか普通に引っ越す時と同じように、なんだ?修理とかに使う分だけは取られちゃうとか、もっとかかるんだったらもっと取られちゃうとか、そういうことだと思うんですが、家賃はやっぱり11月いっぱいまではね、取られちゃうんじゃないかしら。でも、立ち退き命令はね、こんなことあるんだ。ちょっと契約書ってあるじゃないですか、最初お家借りるときに、それをもう一度よく読んで、なんかそういうね、事項を確認してですね、文句が言えるときは文句を言った方がいいと思うんですけれども、でもそんなの言えないよね。かわいそう、ごめんね、どうしよう、なんか解決方法ないかな。立ち退かないってダメなのかな。ダメなのかな。でも契約を交わしているわけだから、ねえ。だから、その契約期間いっぱいまでとかはさ、言っちゃダメなんですかね?ダメなのかな?じゃあ、ごめんね。なんか、いい解決策もないままに、こんなことになってしまっているんですけれども、ちょっとその後どうなったかメールで教えていただけたらと思います。ああ、ねえ、あずきみゆもね、普通にもうお部屋借りて、一人でポツンと住んでいる身なので、ね、家賃とかってきついんですよね、って、また、なんか暗い話になってきたぞ。だから、引っ越すとなると、また敷金とか礼金とかかかって、すごいお金がかかるから辛いと思うんですけれども、まあ、一人暮らしですのでね、仕方のない、頑張らなくてはいけないことも多いですが、敷地礼二さん、一緒に頑張りましょう!いつか、夢は、マンション買うぞ買えるかというわけで、松雪美優は、本当にバカだな。はあ、ということで、このコーナーではですね、皆さんからの本気の不幸メールお待ちしております。もちろん合言葉は、センドメール、クリッククリックです。三浜千代、坂木さん、春日あゆむ、秋の友、神楽、水原こよみ、谷崎ゆかり&黒沢みなも、そしてカオニ、アズマンガ大王のキャラクター CD シリーズが、何日より絶賛発売中です。そよ風のロンドから1年、これからもずっと見つめてほしい。影山博信プロデュース、野川さくら、星の降る丘、ナウンセール。というわけで、皆さん本気で楽しんでいただけましたでしょうか。はい、もうエンディングのお時間になってしまいましたということでございますけれども、さっきラジオの中でね、警報器をいろいろ部屋につけているという話をしたんですけれどもね、一人暮らしはなかなか危険なことも多いのでございますので、もしこれを聞いてくださっている方で女性の一人暮らしの方とかいらっしゃいましたら、十分お気をつけくださいなのでございますよ。でも最近は男の子の一人暮らしでも危ないとか言うからね、もうみんな気をつけて注意して生きていきましょう。はい、何の提案なんだ。はい、というわけで、ここでアニスタからのお知らせがございます。このアニスタ TV では、このラジオ以外にもですね、内容充実、動画コメント盛りだくさんのイベントカレンダーですとか、イベントリポート、そしてここだけにしかないアニスタオリジナルグッズがございます。ショッピングサイト、そして、今ですね、メールマガジンの配信サービスなどもやっておりますので、ぜひぜひクリックしてみてください。そしてなんと11月4日からはビッグプロジェクト、ミスティック放送部が始動しております。そちらもぜひ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 チェックしていただきたいと思います。そしてそしてじゃじゃーん、
ですね、よっこらせよっこらせガチャガチャやっているんですけれども、そしてこの番組では皆さんからのメールが命でございます。アドレスはアルファベット小文字で info@anista.tv おー anista.tv でございます。このラジオのページの下の方にセンドメールというボタンがありますので、それをクリックしていただくと簡単にメールできるようになっています。すごいですね。件名のところに番組名、松木みゆの本気でみゆみゆ、またはコーナー名、みゆみゆの本気で不幸自慢、そして新しく始まりますみゆみゆの本気で答えちゃおうというコーナーも、次回から始動する予定でございますので、各コーナー名必ず書いていただけると、嬉しいなと思います。そしてもちろんそれ以外の私へのメッセージやご質問、そしてあなたの近況報告、そしてキラッと光るネタメールもどんどんご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひお気軽にメールをいただきたいなと思います。そしてですね、メールをくださった方の中から毎回1名様に抽選で私のサイン入りポラロイド写真プレゼントさせていただいております。今回の当選者早速発表させていただきたいと思います。今回の当選者はまた引っ張りすぎなパオ様さんです。わーい、おめでとうございます。はい、ということで、パオ様にはですね、ポラロイド写真を送らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。実はですね、なかなか届かないというメールなどもいただいているんですけれども、順次送って送らせていただいているということなので、申し訳ないんですけれども、ちょっとお待ちいただけたらなと思いますので、楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。はい、そして、最後にですね、私マスキミュー情報ございますので、行かせていただきたいと思います。よいしょよいしょ。まずですね、おなじみになりましたキッズステーションアニメパラダイスという番組の中で、トラツーというコーナーでレポーターをやらせていただいております。それからですね、文化放送さんの方で、毎週木曜日9時半から10時の間で有限会社桜井工房というラジオ番組に出ております。桜井孝博さん、わらがいあさみさんと一緒にですね、3人で、ぶっちゃけたトークかましておりますので、ぜひぜひチェックをしていただきたいと思います。それからですね、新しいところでですね、同じく文化放送さんで、ね、毎週日曜日夜9時から9時半の間にお送りしておりますラジオ55玉三郎の中でラジオドラマが流れているんですけれども、55玉三郎というラジオドラマなんですが、その中でですね、マルという本屋さんに飼われている猫の役をやっておりますので、ぜひぜひこちらも、チェックしていただけたらなと思います。続いてですね、フジテレビの方で、フジテレビさんの方で、放送されております毎週水曜日の深夜2時28分から放送されておりますハイバネ連盟というアニメがあるんですけれども、こちらではなかなか松木美優の声と判別できないかもしれないんですが、子供たちの中の一人で後ろの方でですね、キャッキャッとこう子供になっておりますので、もし深夜遅いんですけれども見られる方いらっしゃいましたら、チェックしていただきたいと思います。それと、あとまだあるんですよ。ですね、テレビ東京系のアニメ、毎週日曜日朝9時から放送されておりますペコラーというアニメがあるんですけれども、11月17日日曜日放送分のですね、ペコラにコリコリという役で、可愛い女の子の役で出ております。こちらもぜひぜひチェックをお願いします。そして同じ日です、11月17日日曜日放送予定のちびまる子ちゃんでですね、移動図書館がやってきたというお話の中で、永山くんの妹永山小春という役をやらせていただいております。ちょっとちびまる子ちゃんはね、もうちっちゃい頃から見ていたアニメだったので、すごくこうやって出演させていただいてすごくもう嬉しかったんですけれども、ちびまる子ちゃん小春ちゃん役で出ておりますので、こちらの方もぜひぜひご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、怒涛のマスキミュー情報をお送りしたんですけれども、マスキミューも頑張って言っているので、もしどこかでお声じゃない、どこかで私のお声を聞いていただけるようなことがありましたらね、少し気にしていただけたらすごく嬉しいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、それではまた次回も本気で聞いていただけたらなと思う次第でございます。
ます。なんか変な言葉遣い。次回は11月15日更新予定です。お相手は松木美優でした。バイバイ。それではまた次回、あなたの本気くださいね。